宇宙論。宇宙マイクロ波背景放射。原初の光を求めて。原初の光は、かくして発見された。20世紀最大の科学的発見は、次のようにしてなされた。1965年4月、アーノ・ペンジアスは、ワシントン DC にあるカーネギー協会、著名な電波天文学者バーナード・バークに電話をかけた。カーネギー協会、カーネギー・インスティチューション・オブ・サイエンスは、1902年、鉄鋼王であるアンドリュー・カーネギーが設立した科学研究を支援する財団である。この財団では、天文学、地球惑星科学等、6分野の研究をサポートしている。20フィートアンテナの問題ではなく、別の要件だったのだ。バークが、ついでに彼のやっている仕事について聞かなかったら、彼は、あの苛立たしい空伝について触れることさえなかっただろう。聞かれたペンジアスは、苛立たしい信号がどうしてもなくならないこと、発生源が突き止められないことを話した。バークは興味を惹かれた。というのは、同じような信号探しが、プリンストン大学で進められていることを聞いたことがあったからだ。ペンジアスとウィルソンが、拾った信号はそれではないのか、ね、ターナーの話ではプリンストン大学の大学院時代からの友人であるジム・ピープルズがアメリカ物理学会での発表を聞きに行った。ジム・ピープルズはプリンストン大学の研究グループで理論面を担当していた。ピープルズの発表は、熱いビッグバンで必然的に発生する火の玉放射に関する発表だった。ピープルズは、宇宙に存在するヘリウムがビッグバンで生成されるのだとしたら、今日の宇宙は絶対0度から10度未満のマイクロ波で満たされているはずだと、論じた。その断行は現代の技術で検出できる。プリンストン大学のディッケのグループが探し始めているということだった。バークはペンジアスにその異常な信号はビッグバンが残した微弱な光かもしれないと指摘した。ペンジアスの耳にはそれは天からのお告げのように聞こえた。ペンジアスは即座にプリンストン大学のディッケに電話をかけた。プリンストン大学、ディッケの研究室。ディッケの研究室の電話が鳴った時、そこには3人の同席者がいた。机を囲んでコーヒーをすすってはサンドイッチをつまむ三人の弟子。ウィルキンソン、ロール、ビープルズ。毎週昼食を持ち寄って、実験はどうなっているのか、次に何をなすべきかを話し合っていた。そんな集まりの最中に、アーノの電話がかかってきた。プリンストングループの誰一人として、アーノ・ベンジアスのことも、ロバート・ウィルソンのことも知らなかった。ベル研究所がホルムデルに建てた20フィートアンテナのことはよく知っていた。ベル研究所がこの辺りで一番のアンテナを持っていることは重々承知していた。電話口のディッケはマイクロ波に関する聞き慣れたフレーズを繰り返していた。突然、コールドロード
と口にした。その言葉を聞いた瞬間、ゲームオーバーだと分かった、とウィルソン。しばらくしてリッケは電話を置き、みんなの方を向いていった。おい、みんな、出し抜かれたぞ。ベル研究所とプリンストン大学グループの対面。翌日、リッケ、ウィルキンソン、ロールは、ベル研究所の装置を見に、50キロ離れた、ホルムデルまで車で向かった。そこで、ペンジアスとウィルソンと顔を合わせた。二つの天文学者のグループは初対面だったが、ペンジアスとウィルソンは、ボブ・ディッケの名を知っていた。尊敬していたよ。なんと言っても、マイクロ波の重鎮だからね。自己紹介が終わると、ペンジアスとウィルソンは、ディッケたちを20フィートアンテナのところへ連れて行き、装置を見せた。彼らは、しつこく詮索してくる様子はなかった。それは、ディッケが、前日の電話で肝心な質問をほとんど済ましていたからだった。ウィルキンソンは語った。ベル研究所に行く前から、彼らが見つけたのはビッグバン放射だと確信していた。ふさわしい装置があれば、それを探す実験は単純だ。必要な手順を正しくやれば、放射の温度が出てくる。リッケのグループがほとんど質問しなかったのは、すでにその答えをほとんど知っていたからだ。ベル研究所の装置は、ロールとウィルキンソンがプリンストンで組み立てた装置と驚くほど似ていた。特に、ペンジアスのコールドロードは、ロールが設計したものと瓜二つだった。ウィルキンソンは次のように語った。彼らの研究の本質である電波天文学とは違う問題に必死で取り組んでいる彼らに本当に感心した。彼らはこの問題を心から理解したいと思った。それに一年間取り組み続け、頭をひねり、決して諦めなかった。どこまでも慎重に、この謎の信号の解明に取り組み続けてきた。この言葉は、ディッケのグループが、ペンジアスとウィルソンを、第一級の電波天文学者だと確信したことだ。プリンストンのチームが懸念したことは、地面からの邪魔な電波が、20フィートアンテナに入ってできてはいないかという点であった。しかし、ペンジアスとウィルソンはアンテナを空に向け、アイスクリームコーンアンテナの20フィート開口部に、地面からの放射はごくわずかしか入ってこないことを彼らに実証した。ウィルキンソンらは、ペンジアスとウィルソンのデータ、チャートレコーダーで描かれた波打つ赤い線を見つめていた。もはやプリンストンのチームはペンジアスとウィルソンが宇宙背景放射を捉えたことを確信した。チャートレコーダーには時の始まりからのメッセージが記されていた。時の始まりからのメッセージ。彼らの発見は、エドウィン・ハッブルが、1929年、宇宙の膨張を発見して以来、宇宙論における最も重要な発見だった。宇宙誕生時の巨大な火の玉の残光が、ごく微弱なマイクロ波として、宇宙の隅々にまで行き渡っているのだ。その放射は、彼らが捕まえるまで、
宇宙空間を137億年もの間走っていた。この放射が宇宙の晴れ上がりにより自由電子から解放され宇宙へ飛び出していったのです。宇宙の温度はおよそ3000度だった。それが飛び続けている間に宇宙はおよそ1000倍に膨張し、放射の温度もおよそ1000分の1まで下がったのため、今では絶対0度から約3度上に見えるのだ。この絶対0度から約3度上が今の宇宙の温度に他ならない。宇宙には莫大なエネルギーを放射している太陽をはじめ恒星が数多くあります。しかし宇宙全体の温度の平均をとったと、恒星の気温は火の玉放射に比べると完全に無視できるのです。宇宙背景放射は宇宙が十分に冷えてビッグバンから38万年後のある瞬間、急速に冷えつつある火の玉が突然光に対して透明になったのです。火の玉の藻や素粒子のスープの中で次々と粒子にぶつかっていた光子が突然自由に進めるようになったのです。原子が形成された時に初めて光子、すなわち電磁波が宇宙の外に放射されたのです。それ以後、宇宙の膨張に伴い徐々にエネルギーを失いながら自由に宇宙空間を飛び続けているのです。ペンジアスとウィルソンが宇宙背景放射を検出したことでビッグバン理論は勝利を収めたのです。プリンストン大学のリッケのグループは出し抜かれたことで失望することはなかった。それはリッケのグループの皆がペンジアスとウィルソンを第一級の電波天文学者だと認め、その緻密でたゆまる努力に敬意の念を抱いたからであろうか。ベル研究所とプリンストン大学のグループはその発見を2編の論文にまとめ、専門雑誌に並べて発表することにした。その論文の中でベル研究所の2人の研究者は次のように書いている。ニュージャージー州ホルムデルのクロフォードヒル研究所にある20フィートホーンアンテナの4080メガサイクルにおける転調ノイズ温度の測定により、絶対0度より約 3.5 度高い値が得られた。本雑誌で対をなす論文において、プリンストン大学のリッケ、ピープルズ、ロール、ウィルキンソンにより与えられる。この短い論文のどこにも観測した放射がビッグバンに由来したものだとは書かれていない。これに対しプリンストン大学のグループの論文では、たった1回のマイクロ波測定をビッグバン放射の存在の証拠として解釈していた。ガモフとの論争。その2編の科学論文が出版されると、ジョージ・ガモフは図書館に直行した。論文に急いで目を通し、怒りをたぎらせていった。2編の論文のどこにも1940年代に自分が行った画期的な研究のことが触れられていなかったからだ。ガモフ、アルファ、ハーマンは熱いビッグバンに関する計算結果をフィジカルレビューで一連の専門論文として発表しただけでなく、一般向けの解説も
数え切れないほど書いていたのだ。しかし、プリンストンのリッケのチームは、そうした記事を完全に見過ごしていた。しかし、そんな言い訳にガモフ、アルファ、ハーバンが納得することはなかった。ガモフを怒らせるということは、どんな科学者も最もしてはならないことだった。プリンストン大学とベル研究所の彼ら若い電波天文学者にとって、ガモフは神様のような存在だったのです。彼らはガモフが20世紀で最も直感力と想像力に溢れた物理学者だと知っていたのです。ガモフは自分が捉えた熱いビッグバンの主張が証明されてから3年後に亡くなった。彼らの発見はエドウィン・ハブルが宇宙の膨張を発見して以来、天文学、宇宙物理学における最も重要な発見と言えるのですが、しかし、物理学者、天文学者が受け入れるのには、一回の観測、一回の実験結果だけでは不十分なのです。そのためには、別の研究グループによる再実験が必要なのです。1965年、ニューヨークで開かれたアメリカ物理学会で、プリンストン大学リッケグループのジム・ピープルズが火の玉放射に関する公開講演を行った。彼は、たった一回の観測、それもベル研究所のチームの観測データをもとに、ビッグバン放射の発見を主張することが、プリンストンのチームにとって、どれほどのリスクを負っているかを痛感した。彼は説明のために、ペンジアスとウィルソンが測定した波長 7.35cm という、たった一点における、宇宙背景放射の測定結果を示すスライドを示した。聞いていた科学者の反応は、みんながクスクス笑い出した。聴衆はそのグラフを見るや否や、それがどんなに馬鹿げているかを理解した。そして、この男は危ない橋を渡ろうとしていると考えた。最初の再実験。1965年12月、プリンストン大学のウィルキンソンとロールが1年近くかけて組み立て、調整してきた屋上のアンテナを作動させた。二人は波長 3.2 センチにおける宇宙の温度を測定し、その温度がペンジアス、ウィルソンが測定した結果と正確に一致した。ウィルキンソンは言った。結果に心底ほっとした。危ない橋を渡りかけていたからね。発表した論文はあちこちで馬鹿にされた。何しろ観測データが一点しかなかったからね。こうして宇宙背景放射の観測結果として、二つの波長における二つの値が得られた。どちらの値も、放射がビッグバン由来の場合、予想される一つの温度の黒体放射のスペクトルと一致した。しかし、その背景放射が本当にビッグバンによるものか、否かは次のテストが必要だった。それは宇宙の全方向で明るさが等しくなければならないである。このため、ウィリキンソンはアンテナを45度傾け、地球の自転に任せていれば、
天の赤道の温度を24時間測定できるのです。1966年までウィルキンソンとパートリッジは天の赤道上での背景放射の温度の違いは 1% 未満であることを見出していた。かくしてビッグバン放射は第二の重要なテストを合格した。ノーベル賞受賞。1978年ベル研究所アーノ・ペンジアスとロバート・ウィルソンが宇宙背景放射の発見によりノーベル物理学賞を受賞した。ジョージ・ガモフは1968年世を去っていた。世の称賛を浴びることなしにひっそりとこの世を去っていったのです。